はい、本日はですね、こちらナノユニバースの福袋を開けていきたいなというふうに思います。こちらまた到着してですね、一回も開けてないので中身が何入ってるのか全然知らないんですけども、2日前ですかね、そうですね、2日前にあの福袋の開封動画っていうのを出したんですね。これではまた別の動画なんですけど、それは皆さん見ていただいたでしょうか。そちらがですね、ありがたいことに反響を結構いただいたんで、福袋開封第2弾ということでやっていきたいなとは思うんですけども、その時にですね、次はじゃあセレクトショップでやってくださいとか、まあいずれのオフェスもするんですけど、まあやってくださいというお声いただいたんで、ちょうどセレクトショップのアイテムが届いたんですよね。そんならこれもちょっと動画作らなあかんなということで、急遽1月の2日正月休みではあるんですけども、僕にとって正月休みはほぼないので撮影をして撮っております。で、僕は普段ですね、福袋撲滅委員会の会長としては動いてるんですけども、やっぱりいいものはね、あこれ確かにいいですっていうのも言うと思いますし、まあ、微妙な時はまあ好きな人もいると思いますって言い方はするとは思うんですけども、まあそんなに肯定的ではないんですけど、やっぱりいいものはいいものでいいとは言うやろうし、まあ、微妙な時は微妙って言うとは思うんですけども、まあ、そういうので、まあ、今から正直にちょっと言っていきたいなと思いますので、今日の流れとしてはですね、こちらをもう全く何入ってるか知らないんですね。これを開けていって、で確か値段が、1万5000円ですね。1万5000円分の、福袋、1万5000円の福袋を購入して、合計何本入ってるかが、いくら分入ってるかは知らないんですけど、まあ、それをどんどん開封していくと。で、サイズは全部 L サイズで購入しておりますので、まあ、良さげやなと思ったら着てるかもしれないですし、良さげじゃないなと思ったらもう着用シーンはなしでお送りする形になるかもしれませんが、まあ、会長としてやっていきたいなというふうに思います。まずはじゃあちょっと開けていきましょうか。こちら、ナノユニバースってでかく入ってますね、袋が。で、ここにタグついてるんですけど、サイズが SML XL の4展開ですね。で、税込み1万5千円と思いきや、これよう見たら1万5千円1円になってるな。なんでか知らないけど1円取られてるけど、まあまあええか。2021年ハッピーバッグ、ほんまにハッピーなんやろな、いうことで開けていきたいなと思いますが、じゃあ初めてオープンしていきたいなと思います。あれ、ここ開けやなあかんわ。じゃあいきますね、オープン。おお、何個入ってんのやこれ。今回はですね、6点ありました。で、6点あったので今から、見てもらいたいなと思います。まず1点目は小物系からいきましょうか。こちらですね、こちらソックスですね。靴下履いてたんですけども、これは何やろ、ナノユニバースのオリジナルの靴下かな。なんか後ろにこんなん履いてるので、まあ黒の靴下やからシンプルですよね。あ、なんか微妙にラインが入ってるな。なんかね、よう見たらラインが縦に入ってます。なんでか知らんけど、普通って靴下で横にライン入るじゃないですか。なんでか知らんけど、なんで縦やねんって感じなんですけど、縦に1本だけラインが入ってるので、これはボーダーと呼ぶのか、ストライプと呼ぶのか、はたまた1本しかないからなんて呼ぶのかわからないですけど、靴下になってますね。まあこれはちょっと着用できないので、これいずれね、誰かの元に行くやつなんで、勝手に靴下履いたらちょっとね、なんかいろいろ水虫が映るやなんや言われたりしたら困りますので、僕は水虫ではないですが、次に行きたいなと思います。では2点目が、これ値段入ってないな。はい、では2点目がですね、こちらですね、これは何や、ロンティーか。はい、まあこんな感じのグレーのロンティーですね。まあ表もシンプル、裏もシンプルで、タグとかが特にないんですが、これはナノユニバースのオリジナルって書いてますね。おそらく触った感じコットン100でしょうね。あ、そうですね、コットン100の結構薄手な感じになってるから、なんていうんですかね、イメージ的には、海外ドラマのプリズンブレイクの、囚人服みたいな感じの、マッチョな人が着たら似合うけども、ガリガリな人が着たらなんか寝巻きにしか見えへんみたいな感じになってますね。で、これはオリジナルなんで、まあそんな値段はしないでしょう。多分数千円ぐらいであるんちゃいますかね。まあ、絶対1万とかいくような感じではないですね。で、これが2点目で、次3点目っていうのがですね、こちらのニットですね。映像的にはちょっとグレーに映ってるかもしれないですけど、何ていうんですかね、ちょっとグリーンっぽい感じですかね。緑っぽい、薄い緑みたいな感じで、これアクリルやろな。そうですね、やっぱアクリルですね。アクリルとコットンが混合になってるのが、一応ニットなんですけど、このタイプの生地やったらなんかチクチクせえへん感じですね。で、洗濯も普通にできちゃうよみたいな感じやけど、いかんせんこれもオリジナルなんですよね。だからどっかのブランドとかじゃなくて、ナノユニバースのオリジナルになってて、オリジナルっていうとあんまりピンとこうへん方もいらっしゃると思うんですけど、何かっていうと、基本セレクトショップってなんかセブンイレブンみたいな感じで、なんかなんていうんですかね、こういろんな商品、例えばカルビーのポテトチップスが入ってたりとか、あと雑誌を取り入れたりとか、でそれ以外にやったら水とかお酒とか入れてるじゃないですか。でもたまになんかセブンイレブンオリジナルのなんかチョコとか出てるじゃないですか。あんな感じの洋服版がこれなんですよね。だからナノユニバースオリジナルで作ってるやつだから、セレクトでカナダグースとかもいっぱい置いてある
あるけども、その中でも自社で作ってるやつになってるので、まあ、僕はあの前々からあんまりあのセレクトショップ、ナムイバスだけじゃなくていろんなアーバンリサーチとかビームスとかいっぱいあると思うんですけど、あんまりそこのオリジナル商品は僕あんま好きじゃないんですが、まあ、そんな感じのねオリジナル商品が来てます。ただまあ別に変とかっていうことは全然ないと思うんですけど、切れるっちゃ切れると思います。だって言うたって無地やから。前の3万円ぐらいで買った時のはものすごい柄が入ってるやつがあったんですね。あれはちょっとどないしてきていいか分からへんっていうのあったんですけど、まあいかんせんこれ無地やから切れるでしょうというのが3つ目ですね。4つ目っていうのが、次はこちらですね。パンツなってますね。スラックスかな、いやなんかシャカシャカしてるぞ。次はこちらパンツでしたね。ただパンツでこれパッて見てもらったらちょっときれいめなパンツなんかなとかって思うじゃないですか。これ療養生地見たらね、なんかシャカシャカしてるんですよ。なんかだからちょっとアウトドアっぽい感じの雰囲気はあるけど、でも形はきれいめに作られてるんですよね。ほんでじゃあブランドはどこなんていうとですね、これブランドがオリジナルなんですよって言いたかったところなんですけど、これタグ入ってないんですよ。で僕ちょっと今見当たらんかっただけなんかもしれないんですけど、普通服でタグない服なんかあるっていうことなんですけども、今んとこはタグがちょっと見当たらないですね。だから生地とかがわからないんですけど、まあ、取り扱いとかは楽なんやと思います。洗濯も普通にできるし、で後ろゴムなってるから履きやすいんやとは思うんですけども、まあ、いかんせんこれも別に合わせやすいと思います。なんでかってあの柄じゃないから。とにかく柄のやつは合わせづらいんですけど、これ柄ないんでね、別に誰でも履けるような感じになってるんちゃうかなと思います。でこれが何点目、4つ目か。で次5つ目いきたいなと思います。残り2点ですね。で次はこちらはジャケットですね。先ほど見てもらったこのパンツの多分セットアップですね。全く同じような生地になってて、ここにはタグあるでしょうね。あーよかったよかった、やっぱりタグがあった。ナイロンと、ポリウレタンが入ってるから伸びるんかな。あーちょっと伸びますね。これ今気づいたんですけど、これもちろんあのブランドもナノユニバースで、全部今のところナノユニバースじゃないですか。靴下やろ、ロンティーやろ、ニットやろ、ズボンやろ、ジャケットやろ、これ今トータルでできるようになってるんですね。あなるほど。この1万5000を買うことによってトータルが揃うようになってんねんなって今このからくりに気づきました。だから多分それに合わせやすいような色にしてるんでしょうね。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほどなぁ。ちゅうことで、まあこんなんとかやったらあれでしょうね、綺麗めに見えるけどもちゃんとこうストレッチも効いてあるから動きやすかったりしてるんですよなんていう感じですよね。まあ今のところ結構無難な感じちゃいます。そんな悪くもなく良くもなくみたいな、まあ良くもなくって失礼やけど。そして最後の6点目がですね、これコーディネートで着てるということは、最後がアウターになってるんですけど、アウターはじゃあ何を掘り込んできたんかという、1万5000円で掘り込めるアウターは何なのか。いやダウンジャケットは厳しいだろう、中綿ジャケットは厳しいだろう。ほんで何が取り込まれてきたんかというと、こちらなんですね。こちらウールのロングコートなんですね。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほど、こういう感じでやってきたねということで、これも結構シンプルな感じになってて、まあ誰でも着やすいような感じになってるの。ほんならじゃあブランドどこなんですかっていうことになったら、やっぱりせーのオリジナルなんですよね。やっぱオリジナルのやつを揃えてきたということで、基本的に大人の方とかやったら別に誰が着ても全然問題ないと思うんですけど、まあ逆を言えば誰が着ても一緒に見えると思うんですよね。でよっぽど見た目が良かったりモデルの人とかやったら着こなせると思うんですけど、まあそれ以外の普通の人が着たら、まあ誰が着ても同じような感じになるっていうのが、まあシンプルがゆえにちょっと残念なところでもあるし、まあ逆に言えばいいところでもあるとは思うんですけども、まあ1万5000円で6点入っててトータルコーディネートができるって考えれば、まあ、ファストファッションとかを普段買ってはる人とか、ファストファッションが好きな人からしたらめちゃくちゃいいと思うんですけど、僕のチャンネル的に言うとやっぱり機能面からするとちょっと物足りないんですよね。ほなじゃあどこが物足りないのっていうことになってくるとですね、まずこのジャケットに言うと動的に保温力が多分低いんですよ。っていうのもなんで低いんかっていうと、僕数々のジャケットとか今まで見てきたんですけど、このタイプのコートね、高いやつで例えば20万ぐらいするコートもあるじゃないですか。でこういう安いやつとかやったら何がちゃうのってことになってくると、ウールの割合がもうそもそも少ないんですよね。こういうのってウールの割合が少なければ少ないほど化学繊維が多いから、その分ちょっと安く作れたりするけど、本物のウールを使えば使うだけ値段が高くなってきたりとか、まあ、それだけじゃないんですけど、まあ、そういうところが あって、これに関してはやっぱウールがちょっと少ないから保温力はちょっと低いやろうななんて思ったりするし、でこういったジャケットなんかは、まあ、普段セットアップ着張る方とかはいいと思うんですけど、まあ、別に僕着ひんから特にあれやし、このロンティはプリズムブレイクなってるし、でこのニットはまあ特に言うことはないですよね。悪くもなく良くもなくという感じになってて、そしてやっぱり聞きたいのはこの靴下ですよね。なんでこの縦のラインを入れたんかと、この縦のラインを入れる一工夫なくしても良かったんちゃうかなと思うんですけども、まあ、結構ブランドっていうのはこういうの入れたがあるのでね、こういうのをあえて入れたいなと思って、まあ、これがワンポイントになるっていう方ももちろんいらっしゃると思うので、まあ、こんな感じになってるんですね。はい、という感じになってるので、これで着てしまえば一応トータルコーディネートができるということになっているので、これ着ん方がいいかな、これ着ん方がいいかな、着ない
はい、でこれまあ着用しようかなと思ったんですが、まあ、僕いずれ誰かの元に行くやつなんで、もう僕の汗じみがついてるとか、おいにがちょっと臭いやったりとか、なんか変な毛がついてるとかって言われたら嫌ですので、まあ、今回は着ずにこれは終わりたいなと思います。まあ、おそらくですね、アウトレットとかでナノユニバースに行って買い物するよりかは安くいろんなものが入ってると思うので、コメなんかトータルで洋服が欲しいと思ってはる方なんかは、この1個持ってればまず一通りができるということになってはいてるんですが、いかんせん僕のチャンネル見てる人が別にこのトータルのコーディネートが欲しくて買う人って多分少ないと思うんですよね。だからまあ今回はちょっと撲滅委員会のちょっと会長として言わせてもらうと、まあ、若干やっぱり福袋っていうのはちょっといただけない部分があるなっていうふうに、以上まあ第2弾通じて感じたところではあるんですが、まあ近々ですねラスト3つ目がノースフェイスの福袋があるので、それをまた届きしたいレビュー動画を作っていくんですけども、おそらくそれもですね、まあ、撲滅委員会の会長としてちょっと異論を唱えることがあるかもしれないんですけど、まあ、次回いよいよ最後の、ノースフェイスのね福袋もまた見てもらえればいいかなというふうに思います。なので今回としてはナノユニバースの福袋を開けてみたんですけど、一応トータルで入ってたんで、まあ、靴下から始まりおパンティ以外全部入ってますね。ロンティ、ニット、ジャケット、パンツ、アウターという感じで入ってたということになってます。まあ、総括をするとおすすめする方はとにかくトータルコーディネートを組んでほしいっていう方はこれはめちゃくちゃおすすめだと思うし、一点一点こだわりたいっていう方はおすすめじゃないという結論になっております、ということになってますので、本日はですねナノユニバースの福袋を開封してみたという動画になってます。ちょっと合計金額は分かりませんでしたが、1万5000分開封してみたということになっているので、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。